こんにちは、小室崎真由美です。今日はあなたのファンをもっと増やす笑顔の作法についてお伝えしたいと思います。サービス業や接客業、人と接する仕事に疲れている方、まあ営業の方もそうですよね。そういう方というのは笑顔の大切さというのは日頃から意識されていると思います。さて、その笑顔なんですが、ただ笑えばいいというものではないんですね。別の動画で笑顔の作り方として、目尻を下げて口角をギュッと引き上げましょう。口角はウィーという音を言った時のこの口の上がり方がポイントですよ、ということもお伝えしています。まあ、そちらはまた別の動画をご覧いただくとして、この笑顔はただ作ればいいというものでもないんですよね。ただ笑えばいいというものではないということなんです。例えばあなたが、ある商品をお店で買った時に、お店の方の対応が、まあ、本当にね、言葉遣いも丁寧で、笑顔もしっかりとあって、そして挨拶もしっかりとされていてというね、いい対応を受けた時に、ありがとうございました、お店の方がそう言ってお辞儀をして顔を上げた瞬間に、その笑顔が一瞬で消えていて素顔真顔になっていたら、すごく怖いですよね。実は私も時々こういう場面に、出くわす時があります。ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。もう戻っているという、非常に、あ、さっきのスマイルというのは、笑顔というのは本当に作っていたんだな、ね、心からじゃなかったんだなっていうのが一瞬にして伝わってしまいますよね。これだともったいないわけです。ですので、笑顔の作法のポイントとしては、笑顔はすぐに笑顔になって、そして持続する。笑顔をするときはすぐに笑顔になる。一瞬で笑顔に切り替えて、例えばお客様と目が合ったなと思ったらすぐに笑う。すぐに笑って、そしてすぐに冷めないということです。すぐに笑いますけれども、冷めるのはすぐではなくて持続するということですね。具体的には、例えばありがとうございました。というふうに言った後、私は、サービス業や接客業の研修では5秒間その笑顔のままキープしてください。余韻が大切ですよというふうに言っています。まあ、急な変わり身というわけでもないんですが、急に表情を変えてしまうと、いかにもさっきまで無理して作っていました、作り笑顔でしたというのが相手に伝わってしまいます。やはりこれからの時代、ますます真心、人と人との心の本当の触れ合いというのが求められる時代になってきますので、そういった対応というのはやっぱり味気ないものとして相手には映ってしまいます。ぜひ皆さんもすぐに笑って、その笑顔は5秒間キープ。これを意識するだけで、本当に好印象の人、いつも機嫌の良い人、本当に心からその笑顔で笑ってくださる方というね、そんな印象になりますので、心がけていただければと思います。以上、今日は笑顔の作法についてお伝えしました。